はい、こんにちは。今日はですね、めちゃくちゃ美味しいシャンパンをね、見つけましたんで、ちょっとご紹介したいなというふうに思ってます。まあ、シャンパングラスね、すでにここにありますが、シャンパンなかなかね、今最近高いですよね、やっぱりね。いいシャンパン買おうと思ったら高くて、メゾンとかね、有名なシャンパーニュを買おうと思ったら、あれ、前よりちょっと高くなったなとかね、なかなか手に入らなかったりとか、いや、もちろんヴィンテージシャンパンとかね、飲もうとしたらかなりいいお値段したりとかね、する中で、あんまり知られてないんだけど、まあいいシャンパンをね、見つけたいなってずっと思ってるんですけど、で、その中で、まあ私が一番最近ね、こうコスパ高いなって、めちゃくちゃ美味しいんですけど、そういったシャンパンを紹介したいなと思って今日ここにいます。早く出せって話してますけど、はい。で、まあまあもったいぶらずにちょっと出してます。これなんですけども、かっこいいでしょ、ね、シャンパンね、これで、はい、これちゃんとフランスのシャンパーニュ地方の、シャンパンで、白いラベルでね、多分見たことある方は多分少ないかなと思いまして、で、しかもね、これが結構安いんですよね。そんなに高くなくて買えて、でね、飲食店とかでもね、グラスで使ってるお店とかね、あって、そこで最初発見して、で、めちゃくちゃ美味しいなと思って、で、それで私もちょっとおすすめるようにしてます。 X とかでもね、発信させていただいたことあるかもしれないですけど、これ読みづらいかもしれない、ユグノタスさんっていう、覚えづらいかもしれないんですけど、シグナチャーっていう名前がついて、これがね、結構強調されていて、エクストラブリュットなんで、辛口なんですけど、そこまでね、ドライな感じがしないんで、果実の風味が、まあ、しっかり出た、シャンパンということになってます。はい、じゃあちょっと早速ね、開けていきましょうか。ちょっと楽しみです。これ実はピノノワール100なんですね。ですから、まあ、今の時期とかね、ちょうどいいんじゃないですか。黒ぶどうメインで、ピノノワールといえばもちろん黒ぶどうなんですけど、ブルゴーニュとかでね、使われている品種で、シャンパンにおいてはふくよかで、まあ、まろやかなね、印象を出していく品種です。で、一見こう重いのかなとかね、思うかもしれないですけど、そんなこともなく、で、非常にこうナチュラルな印象があるシャンパンです。はい、無事に開きました。うん、いい香りですね。あ、ちょっと、はい、ではですね、ちょっと注いでいきましょうか。まあ、グラスはこういうフルートのちょっと広がりがある、まあ、こういうのがあればね、ベストですけど、もちろん細いね、グラスでも全然 OK です。泡はね、きめ細かく、こんな感じでクリーミーで、ちょっと色がね、グレーピンクっぽい色が入ってるんですよ。これピノノワール100なんで、ブランドノワールなんですよね。お、なんかちょっとオレンジっぽいような感じのピンクっぽい、ね、色をして、これ果皮の色がやはり入ってます。これ本当、あ、じゃあお願いしますとかってはい、ね、きめ細かい泡があって、なんかちょっとオレンジワインっぽいような、ね、色もしてるのが、うん、不思議ですけど、洋梨とかね、リンゴの蜜っぽい感じ、キーリンゴ、若干ね、赤い果実がするんですよね。ラズベリーとかね、レッドチェリーとかね、あとブルーベリーとか、フルーツがたくさんあります。赤系から紫系の、うん、ニュアンスがありながら、まあ、リンゴとかね、梨とか、あとクルミとかね、トーストっぽい香りがあって、オリとの接触も長いんで、酵母の由来のね、こう香ばしいナッティーな香りがあったり、トーストとかね、ビスケットとか、まあ、そういった印象の香りも感じられると。あとはね、石灰とか、アカシアとかね、金木犀とかの華やかなね、ニュアンスまで、結構香りが、いろんな香りが感じられます。フルートもいいし、これももちろんいいんですけど、乾杯はこのグラスで、例えば途中、ワイングラスで飲んでもいいかもしれないですね。うん。まあ、美味しいんですけども。複雑でもあるんですよ。あと、旨味が強い。まあ、シャンパーニュ特有の独特のコクのある旨味で、爽やかですけど、まあ、まろやかな印象で、果実のね、フルーツの熟れた印象があって、余韻に塩気がちょっと伴うようなね、ミネラル感があるというような
シャンパンです。これちょっと超コスパ、まあ、シャンパンなんで、ぜひ、まあ、楽しんでいただきたいなと思ってます。でこれ料理はまあ、シャンパンなんでいろいろ合うと思うんですけど、黒ぶどう中心で 100% なんで、肉料理なんかもね相性良くて、でよくあの餃子とシャンパンとかね、あのお店あったりもしますけど、東京とかでもそれなんかいいんじゃないかな。香ばしい感じで肉の旨味とかで、こうおつまみでこう食べてくる。餃子ってなんか肉のこうミンチのような感じで詰まってるような感じで、まあ、フランス料理とかでもなんかパテとかにちょっと通ずるようなものがあって、あの香ばしく焼いた印象にも相性がいいので、まあ、餃子とか焼き鳥とかね、焼き鳥とか家でも買う時あると思うんですけど、まあ、お店からで買ってきたとしてもいいだろうし、自分で焼くあの焼き台で焼いてる人もいるかもしれない、僕もそうなんですけど、もういるかもしれないですけど、まあ、そういった焼き鳥のタレでもいいし、塩でもいいし、ももみたいなね、旨味のある、肉とかね、もういいと思います。まあ、もちろんそれらをつまみながらもいいし、乾杯の時はこうサラダと合わせるとね、あのチキンを入れたようなシーザーサラダとね、合わせたりとか、だからそういった楽しみ方ができるかなと思います。超本格的な、まあ、シャンパーで、まあ、超穴場的なシャンパー、まだあまり知られてないんで、きっと手に入ると思うんで、まあ、ぜひトライしてみてください。はい、ということでありがとうございました。